伊藤歩美は、日本の芸能プロモーター、実業家、映画プロデューサー、元歌手、元女優。芸能事務所、クリエイティブオフィス級代表取締役社長、株式会社級プロダクツ代表取締役社長。北海道小樽市出身、タレント、映画監督で、クリエイティブオフィス級取締役会長の鈴井、高行は元夫。 このため、鈴井孝之と結婚した1993年から離婚を公表した2017年3月までは、鈴井歩で活動していた。1965年、北海道小樽市で生まれる。親の転勤で、栗山町や苫小牧市でも暮らしたことがある。北海道小樽応用高等学校、北海道武蔵女子短期大学を卒業。 駅裏八号倉庫で鈴井隆之の舞台を見て感銘を受け鈴井隆之主催の劇団四百八十七パラシュート劇団オーパーツに所属アパレル会社で働きながら女優として札幌市にて活動し映画絵の地口にも出演また歌手として1995年鈴井隆之らとのノースエンド XYUMIFROM 札幌のボーカルとして D.A.B.E.SA. をリリースしている。H.T.B. の深夜番組、モザイクな夜、HBC の夕方ワイド番組、気になるパンプキンなどで、タレントリポーターとして、テレビ出演したこともある。1990年代当時、北海道の舞台役者が専業で活動できる、環境がなく、テレビラジオの出演をマネージメントする。 事務所の必要を感じ、アパレル会社の退職金を元手に、1992年に、鈴井隆之と共にクリエイティブオフィス級を設立。1993年8月、鈴井隆之と結婚する。設立当初は会社を支えるためにアルバイトであり、後に副社長となる。1994年7月に長女を出産。一時産休に入る。その後、 テレビリポーターとして復帰するが、体調の悪化に加え、本人の意向に反し、鈴井から役者を辞め、育児に専念するように言われたこともあって、表現者としての活動から身を引いた。その後、水曜どうでしょうなどに声だけで出演することもあった。また、2000年代以降は、インタビューなどに応じる機会が増えている。行きつけの美容室の紹介もあり、 産後4ヶ月で劇団の稽古場と併設する形で、メキシコ料理店、モッキルで、キキルコを開店。後に、ベトナム料理店、フーコックなどを経営する。また、当初は、マネージャー業務も行っていた。また、地デジ回の設備投資が負担になり、地方局が、番組作りに、十分な資金を回せなくなるという不安と、地元北海道限定の活動では彼らの能力を、 伸ばしきることはできないという危機感を抱き、チーム、ナックスの全国展開として、2004年のクリエイティブ、オフィス Q と、アミューズとの業務提携に携わった。2012年8月1日、クリエイティブオフィス Q の副社長から、代表取締役社長に就任することが、Q ドリームジャムボレー2012で発表された。2017年2月1日、 鈴井隆之と離婚。3月には、鈴井が事務所のファンクラブ会放にて歩みと離婚したことを報告した。今後は、元の姓である、伊藤歩みとして活動することになっている。マスメディア向けにも、連名でコメントを発表し、離婚理由として、夫婦という枠やしがらみにとらわれない関係に戻ろうということで席を戻したとしており、今後も共同で、会社運営にあたりつつ、 プレイヤーとプロデューサーとして協力し合いながら活動するとしている。ありがとうございます。